先生、大丈夫ですか？よかった、目が覚めたんですね。大変なことになってしまったのかと思いました。心肺蘇生法は必要なさそうですね。水辺では常に周囲の状況に注意を払う必要があります。どんなに泳ぎに自信がある人でも不測の事態はいつでも起こりうるからです。もちろん本館のようなライフセーバーがいれば問題ないのですが。本館がいつも見守っているのでご安心ください。